左翼が福島県民に暴言を吐き大炎上先日ツイッターにてある左翼がこのように福島県民の皆様に対して原発事故で数十万人が一瞬で即死すればよかったと発言をしていたことが明らかになりましたこういった日本国内の左翼左派彼らには愛国心がございませんので「売国度」と呼ばさせていただきますが このような発言を見るだけでも、彼らには国民を守るという考えが一切ないということがお分かりいただけるんじゃないでしょうか。そもそも福島原発事故の影響で、事故が原因で、癌が増えるなどの異常が、もう8年経っても確認できておりません。 チェルノブイリ事故の例を見ますと、大体4年後には、事故が発生した4年後にはですね、がんが増えるなど、事故の影響が出始めるはずなんですが、その4年を等に過ぎても、福島原発事故が原因で、がんが増えたりする、そういった現象が確認できない、これが現実であり、 日本国内の原発を止めるためになくすために国内の売国度の皆様はあの時多くの人が即死すればよかったと考えているようなんですが既存の問題のある原発をそのまま使えばいいとは私も思っておりませんが最新の技術で新たに原発を作り直せば 火力発電所レベルの安全性を持った原発が作れるとも言われており、直ちに原発をなくしていく、そのために人が死ぬべきだったと考える左翼は明らかに異常だと言わざるを得ません。本当にですね、脱原発、原発をなくしていく。 それはこういったた目的のためだと、例えば国民を守りたい皆さんを守りたいから危険な原発をなくしていきましょうという理論であればまだ多少は共感できますがそうでなくて自分が原発が嫌いだから多くの人を殺してでも原発をなくしたい多くの人が死んだ方が良かったというのがですね残念ながら日本の左翼倍国土の 考えであります本当にこういった恐ろしい考えを持った存在が日本にいて国民を危険にさらし続けている。今後脱原発動向といって以前学生闘争動向とさまざまな犯罪行為を犯した方々が今後も 騒ぎ続けると思われますが皆様そういったおかしな左翼左翼売国度には絶対に関わらないようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました